多分いいんだよな、これ。で、これグレイビアードつけた状態で死ぬっけ？どういうこと、つけた状態で死ぬっあのていう人のは。すぐ死ぬっけ？あの人は、いや、座ってあ、から座っじゃてないたとじゃ死ないなんい。だっけ？そこはあ、大じゃあ丈大丈夫だ。あー、ちょっと待って、でかいな。夫。よいどうししょ。よう、対決？という対こと決っていうことで、にしとく？退屈ということで、ちょっと待って、ユウさんに言うてくるわ、ちょっと一言だやけ。りますよっつっやりて。やるけどなんか質問あるっつって。よし。ミスさんもそもそもなんだ、あんの？ちゃんと 持ってんの？ん？なんだなんで？入れてんの？ゆうさんも。ゆうさんえ、やっも？てたいかや、な？この前あ、やっ休てたんでかたか。ら、やってたんですよ、この前。じゃあ、一人で。マジか、狂ってんな。そうなんですよ。だからもう俺、あの人フライングしてるか まあら、ね。俺たちも早く追いつかないと。映像キャプチャーデバイスかな？ああ、これ違うわ。そっちは、うまくいきいましや、た？画面がね、どれでキャプチャーするんだっけって。ウィンドウか。ウィンドウ？ウィンドウか。ウィンドウ。ああ、はいはい。ああ、これか。はい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 。出た出た出た。いけ出た？たんだけど。あ、行った行った。行ってる行った行った行ってる。皆さんもやってんの？もう行った。俺やっもやっててんるよ。の？ダメだった？なんか準備ができたって話だったから。ちょっと待って、俺さ。まちょっだ？と待って。ああ、ついてるだそうです。早くゆうつさんも準備してください、今すぐ。待って僕待って、たじちゃあでは、も、そもそもね、そもそもね、はい。つくさん、なんでグレイビアードやろうっていう話になったかっていうなんで、何きっかと、けなの、それ。なんか、今、ゆうつさんなんかね、サイコロの今旅っからていうのをやってるんですよ。入るけど、出た目で。スチームいっぱいゲームがあって、その中からサイコロを振って、で、出た出目に応じたゲームをやっていこうなみるたほどいね。な。で、その中でこの前、5はい回は目い。くらいやったっけ？ 5 回目に振ったら、グレイビアードがグレ出イビアードがた。あ、出出まして、たね。やるしかねえ。やるしかいいねえもん引いとたわけですね、じゃあ。そういう流れで、じゃあやりますか、つって、そしたら、ちょうどつくえさんとちょっと遊ぼうよっていう流れができたから、お、これはちょうどいいなと思ったら、なぜかユウさんが 一人だけ走っちゃったと。あー、先走りがね。先走っちゃったんですよね。あー、画面いいんじゃない？あー、画面いいじゃない。画面いいんですか？待ってね。これそでの起件動じゃん。はあ、Webcom で OKOK。出ようと言っリたセッだト。ろう。あ、これか。ユースさんの見れなかったから見るチャンス来た、これ。つくえさん、すごいですよ。ゆうつさんのグレイビアードを見れなかったから、チャンスだっていう人は来ましたよ。何がチャンスな、需要何があがるんチでャすンスよ。なんこのだよ、グこレイれビアードに。大会には。需要があるんだ、あるんだ。この大会。わけわかんないよね。早くやろう。大丈夫？だってさ、もうボンバー終わったわけよ。あっという間にね。そう、盆が終わったということは、ご先祖様をお返ししようとああ、いだうからことなのあれでしかょ、も馬し作ってれるなからでしい、ょ、自我々然は。と一角だったのに。要はさ、そう、単純な話だよね。そうです。あ、お久しぶりです。お久しいぶりやですって言ってたけど、ちょっと待ってね。お久しぶりなんだけど、お久しぶりなのはさ、どうやってんだっけ？ 誰だかを認識したいんだけどさ、ごめん。コメントビューアーがまだ、じゃあ、俺がコメン、ああ、でも、米ぶさつ俺、けらんないわ。米ビ持ってる。持ってるけあ、ど持ってね、る。あ、なんいけかた。ダウンロードしろって言われる最新版を。嫌だ。じゃあ、俺が、福江さんの米ビを言います。ログインしてないって。硫酸勝手に走るから、お久しぶりです、と。福江さんの放送で。
いやよコメント付き、誰か分かりません。じゃあいいわ。はい。ね。ひどすぎる。さあ、やるか。というわけで、なんかめっちゃある。ね、誰だか分かんないけど、とりあえずやるわけよ。ね。やるわけですもう。キラーコンテンツ。なんか力のない。このパソコンが。夏といえばこれですよ。次これを。何の今日。ね。ね。スイカの時代は終わったし。花火の時代も終わってるんあるんだ。夏といえば墓参りだろ、うん、やることは一つ忘れてるよな。そう、大事なことを感謝の気持ちをいつまでも忘れないようにしないと笑われちゃうぜっていうさ。そうそういうことなんですよ。一応録画しておくか。そういうことです。お墓を壊された人たちへの鎮魂という意味でレクイエムをね歌おうじゃないかと。大丈夫これ。大丈夫やろう。よし行きましょう。もう帰り見ないよ。よしよしよし。帰り見ない。iPad からいやよ。iPad わかんねえな。もう始めちゃっていいですか。じゃあ。いや。行きましょう。じゃあ一斉の方で行きます。一斉の方で。やめよう。やめよう。一斉。せーので。はい、来た。よし。懐かしいなこの感じ。あ、やべ、始めたのはいいんだけどちょっとトイレ行きたいなって。やばいわ。待って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 。あ、いやいや外れてます。大丈夫です。あの、つくえさんの方の。なんでこんなのやんなきゃいけない。ちょっと待って、コメント見てる余裕がなくてね、はい、誰がパソコンの音が。そうです、パソコンの音が漏れるのは気にしないでください。もうどうしようもないんで。カルマを背負うな、俺一人で十分だな。大丈夫かな。いや、やっぱね、ゆうつさんグレイビアード大会をね終わらせようとしてたんですよ。やっぱダメですよね、そんなの。あれ、これタイマーってさ、俺たちの座ってからだっけ。はい、違う、座って死んだ瞬間来たもんな、このゲームを。死んだ瞬間、死ななかったら勝ち。他人すらならないもん。そりゃそうだよ。そう、死ななかったら勝ち。死んだら先に死んだ方が勝ち。死んだ方が勝ち。死ななかったら勝ち。死んだ方が勝ち。死ん、さ、ね、先に死んだ方が勝ちです。あっという間に行くぜ。どっち、どっちなんだっけ。そう。どっちなんだっけ。よーし、俺覚えてるぞ。俺は覚えてるぞ。あー、こっから。よし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 。難しい。いいバック、いいバックじゃないか。いいバックじゃないか、これは。バックという言葉。さあどうだ。手を持ってる。座れ。あれ？いた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 。あ、やばい、もっと後ろだった。座れ、座れ。座れ、座れって。よし、座れ、座れ。よし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 ここからおばあちゃんが死んだら勝つ。死んだら勝つ。早く死ね、早く死ね、早く死ね、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 ガクッつったら終わりじゃない。はい、ガクッつったら、ね、見たら分かる。見たらすぐ分かる。来たらすぐ分かる。絶対死んだなっていう時が来るから。よし、早く死ね。知らないかなって友達。ばあちゃん、ばあちゃん、早く会話しぶといな。
いや、まだ結構あるあるんですよ、こっからまだ1分ぐらいあるんですよ、こっから地球的に落ち込む、こっから粘るか、ポーランド対日本のようにこっから回さない、あれ？いや、いや、早く。あ、来ましたね。あー、ダメだな。あー、ダメだ、ダメだ。生きてる。生きてる、頼む、生きてくれ、生きてくれ、頼む、頼む。あー、死んだ。いや、持ち込む、持ち込む、延長戦に持ち込むぞ。これ何が出るかです。まだ生きてる、まだ生きてる、頼む頼む頼む、生きてくれ生きてくれ生きてくれ。マジか。あっ、一発で引くとは。終わりました、死にました。何回か引く羽目になるだろうなと思ったけど、そちら何分ですか。これで引くか、まあまあまあ当たりでしょう。こちら何が当たりなのか分からんけど、4分41秒です。ヘレティックじゃん。結果発表見ますか。ゆうつさん、ゆうつさん、ゆうつさんやってんすか、もしかして。決まったからもういいよな。こんちゃーん、4分はい、じゃあ結果発表を見ます。お疲れ様でした。ネギロ誰も見てない。ゆうつさんが4分25秒で、僕が4分41秒で、つけいさんが3分59秒で、2018年グレイビアード大会は一番早くおばあちゃんを死に追いやったのはつけいさんでした。おめでとうございます。だって私はね、ずっと重点的にストレスを与えてましたから。こずっと見つめてて、ね、もうなんだ、 ありがとうございますね。ずっと見つめながら俺はストレスを与えてきたんだ、このおばあちゃんに。そう、あれだな、普段からもうなんで生きてるのっていうプレッシャーを与え続けてたわけ。言葉はいらないんですよ。そう、言葉はいらない。そう、目は口ほどにって言うじゃん。あんたのせいでこちとらね、なんか介護しなきゃいけないのにと。そうそうそう、何も言わないけど、まあそういうことだから察してよねって言ってさ。何も言わないけど、まあそういうことだから察してよねって言ってさ。その会があったということで。あっさり言ったね。では、エボ2019への意気込みを、つくねさんよろしくお願いします。まあ、2019年までは、まあね、およそ1年はありますんで、それまでにまたちょっとね、眼力とか、あくまでこう、言葉には頼らないスタンスは、継続してやっていきたいかなとは思ってるんです。そう、まあ、言葉がね、そのダメって言ってるわけじゃないんです。言葉がダメって言ってるわけじゃないんだけど、それ以外の可能性をね、私は探っていきたい。そう。なるほど。3分の壁は超えたい。なるほど。熱い思いを聞かせていただきました。来年も頑張ってください。パチパチパチ。ということで。スポンサーをお待ちしております。グレイビアード、そうですね、プレイヤーを、モンスター X とかがいいです。モンスターエナジーとかがいいです。モンスター X とモンスターエナジーやっぱりグラボ、そう、やっぱグラボがいいとね、そうそうそう、スピード上がるはずだから。このゲームグラボ重視だから。大丈夫ですか、ね、これということで、はい、いかがでしたでしょうか。はい、では来年も、はい、皆さんよろしくお願いします。ね、ずいぶん久しぶりに放送したけど、来年もやるからね、これ。そう、来年もやるぞ、これ。年一放送だと思ってくれればいいから。ほら、あるじゃん、クイズ正解は来年みたいな。来年は一体どんな、今のうちに来年の今頃は何をしてるかって今のうち言っといて、うん、来年の今頃になって答えを言おうっていう。
やー、外れてましたね、みたいな。あ、当たってるじゃん、みたいな。じゃあ次は誰が勝つと思いますか？そうだな、次は来年です。来年です。確実に来年ですね。誰だと思います？もしかしたら来年になるとね、いろんな人がいるかもしれないから、そうそう、今もうちの方で次は誘ってくださいっていう人いるんで。そう、意外とね、プレイヤー多いのよ、このゲーム。プレイヤー多いのよ。そう。そう。一時期9人ぐらいやってたもんね。無駄にね。3対3対3みたいな。そう、その人らも含めて誰が勝つと思いますか？だってね、9人でやるってことはね、もう簡単な話、9人殺してるからね。やばいんすよ、これ。いやー。大量だよ、9人なんて。ねえ。じゃあ、来年は、多分、ゆうつさんが生き残って勝つんじゃないかと。死なないパターンをね。はい。確かに、死なないパターンっていうのも、もうもちろんありますんで。ここもね、うん、こう、この試合、見どころなんですよね、要は。そのパターンは去年にさ。こう、ああ。あ、そう、去年そうだっけ？結局死ぬんだっていうね。来年やるね。来年やるって言っときます、今のうちに。来年答え合わせしましょう。そう、正解は来年だから。正解は来年で。ね、誰が何分で、クリアするか。誰が何分でやるかっていうのと、絶対来年誰一人覚えてないから。あれそうだっけみたいな。覚えとくぞ。いや、だってモチベ上がるでしょ。そう、モチベ上がるからもう。モチベ上がるしかない。ね、じゃあこの盛り上がりの中、締めますか。はい、じゃあ。じゃあ締めの。来年もよろしくお願いします。締めの言葉大丈夫ですか、田中さん。締めの言葉ですか。じゃあ。来年には僕たち主催するモチベが多分ないと思うので、誰か主催してください。はい、そしてよろしくお願いします。呼ばれたらやる。来年これは。それです。視聴者も言ってください。そろそろどうなのみたいな。ゆうつさんが一番放送やってると思うんで、ゆうつさんのところでね、言ってください。7月になったら。そろそろぼっくり垂れてないんじゃないのって言ったらいい。主催者は今回モチベなくて主催してないからね。そうなんですよ。今回はギリ俺ですからね、ギリ。そうね。なので来年もよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。さよなら。本当にこの放送もう特にダブることもないからやめるからね。なんだこいつって思われてもいいから。また来年。とりあえずお疲れ様でした。そういえば去年に来て悲しいなと思ったけどやってなかった。また来年。よくわかんないけど本当に来てくれてありがとうね。お疲れでした。ありがとうございます。毎年やります。終了でーす。いやー、お疲れ様です。ちょっとトイレ行ってきます。去年はやったよ、確か。行ってらっしゃい。去年やりましたよ。去年もゆうつさんとやりましたね。覚えてないんだ。何人もなく、ただただ普通にやった感じ。やったことだけは覚えてる。録画が様子でに残っている。じゃあこれもよろしく。記録だけ。記録だけ。記録だけ録画に残しといて。去年は確かね、終わった時にね、いや、なんだかんだね、やっぱ、モチベ上がるね、来年もやろうっつってね、割とモチベが高いまま終わったはずなんですよ。多分。いやー、それがね、なぜかこんなことに。僕側はあれですよ、あれ、アマレコ TV 使って
やっぱなんだかんだでゆうつさんが主催だったから、ゆうつさんが最初に走んなきゃ俺らやってないから。懐かこの URL は俺が一人で3人分の罪を背負うつもりだったのに。お疲れ様です、机さん、はい、皆さん、いやなんかゆうつさんが先走ってグレイビアード走ったのは3人分の5を俺が一人で背負うっていう気持ちでやったからしい。重たい理由だったね。いやそんな3人で背負おうよね。なんで一人でね、うん、そんな漫画の犠牲者みたいな、そんなことさせない、任せてみたいなことは。2人にモンハンを楽しんでほしいという気持ちで一人でやったんです。いやダメですよそんな。一緒にやろう。悲しいことを言うなよ。本当にこのゲームがやりたかったんですか。本当にこのゲームがやりたかったのか。いやまあね、だってだから、うん、あれよ、クリスマスとしちゃうからね。そうだってクリスマスって嬉しいじゃん。バレンタインって嬉しいじゃん、うん、お正月ってあるじゃん。来るにしろ、な好きにしろ嫌いにしろ、お正月ってあるじゃん。そういうことじゃないですか。ただそれだけ。グラベヤードは習慣。そう習慣です。グレイビヤードは。ね、その俺がさっきトイレ行ったのと同じだから、ね。誰にでも平等に訪れる。生理現象なんですよ。ね、すごい期間の長い生理現象なんです。ね、8月ぐらいになったらちょっとそわそわしてきて、ね、で、うん、なんかもう半ばぐらいになったらちょっと出したいなと思って、そうそう、やっちゃうみたいな、脱いじゃおうみたいな。いやでも正直ね、俺は全くやる気がなかったんですよ。全く。あ、本当。全くやる気がなくて、今もよくわかんないけどやってる状態なんですよ。あーね、まるで何かの定めかのように。なるほど。いやー、まあ放送の方は一旦切ります。皆さん、みんなありがとう。ありがとう、ね、何が何だか分からないで、何もよろしく、終わっていくのがグレイビアードだから。そう、俺は正しい終わり方してるからね。なんか今日の放送良かったなとか思ってこう終わっていくのは、それはもうあのね、クソ放送なんで正しいのよ。もう様式見よ、うん、もうそういうことです。じゃあということで、よろしくお願いします。はい、来年も。来年もまた見てね。